おはようございます、今は朝の7時です。ちょっと眠いんですけど、これから、オークランドに移動します。バスに乗ってクイーンズタウンまで行って、そこから飛行機でオークランドまで移動します。だいたいオークランドには2時ぐらいには着くと思うので、まあ、そんな長い移動ではないんですけど、気をつけて移動したいと思います。はい、というわけで僕のラケットを紹介していきたいと思います。まあ、僕使ってるのは、これヘッドのプレステージです。まあ、プレステージ S って書いてありますね。まあ、多分 S っていうのは僕以前このラケットをロングにして加工してもらって使っていたので、あんまちょっと軽くしたかったので、多分その時に軽いっていう設定になったのでラケット自体が S っていうペイントになったと思うんですけど、はい、実際は多分これ言っていいか分かんないですけどプロです。はい、で今はもう普通の長さになっていて、ロングボディじゃなくて普通のノーマルの長さになってます。まあ、パターンは16、19でフェイスは95ですね。まあ、僕の試合とか写真を見てお気づきの方もいるかもしれないんですけど、これフレーム、僕のラケットツヤありなんですよね。実はこれ市販品はこれフレームツヤなしなんですよね。で、なんでツヤありかというと、これは、まあ、オーストリアのヘッドの本社で僕用のバランスと重さに調整してもらって、これ素材が違くて、まあ、聞くところによるとツヤありの方が打感が柔らかくなったらしいです。ツヤなしの方が市販品で売られてると思うんですけど、まあ、実際僕ちょっと市販品とこれをちょっと打ち比べてみたことがあるんですけど、それもやっぱりその言われた通りにツヤなしの方がちょっと硬く感じて、こっちの方が柔らかく感じました。なので、まあ、プロ選手は結構このツヤありの方を使ってる選手が多いんじゃないかなと思います。キャップ多分素材違うと思います。市販で見た時は、市販品見た時はここプラスチックだったんですけど、これわかんないかな、これ紙です。でこう外せるようになってて、でこの中に重りが入っていて、っていうのは僕バランスが結構グリップ寄りになっているので、結構バランスがね、なんじゃないかな、結構手前にバランス置いてます。はい、中にはトップヘビーにして、まあ、こっち側に重りをバーって張ってラケットがこう返りやすくしてる選手も中にはいると思うんですけど、僕もともと結構ひっくり返すというかこねちゃう癖があるんで、もうこう先を重くしちゃうともう全然コントロールできなくなっちゃうんで、僕はもう根元に入れてます。なので実際の重さよりも結構軽く感じるんだと思います。で重さは300、ラケットだけだったら320ぐらいだと思います。そうですね、僕のこだわりというと絶対にこのアップをアップにして握るんで、絶対僕この面でします。この面でバックはこっち、ここはこっちなんで、はい、こっち側だけ引き続いてます。これ多分バックのスライスの時に多分下にこう当たっちゃって、ここが傷ついちゃってるんですけど、反対にこっちはもうめったにつかないんで、もうこっちは傷なんかついてないですね。まあ、このラケット自体は何かパワーがある、特別パワーがあるとかっていうわけじゃないんですけど、まあ、自分の打った分だけ飛んでいくというか、真ん中で捉えた時、スイートスポットで捉えた時は完璧なボールがいきますけど、ちょっとスイートスポット外した場合はもう一気に球威が落ちてしまうんで、まあ、難しいっちゃ難しいラケットなんですけど、逆になんか面白いラケットというか、もう自分がミスショットしたか、正しく打てたとか、
そういうのがもう全てボールに出てしまうラケットなので、もう自分の技術がそのままテニスとはテニスというかボールに現れちゃうラケットです。なのでというか、まあ、ちょっとパワーが欲しいなってたまに思うんで、僕は縦にナチュラルを張って、まあちょっとボールの威力が少しでも増すようにしてるんですけど、まあ大体テンションは縦横両方50を基本に、ボールとか気温サーフェイスによって、まあ、前後2とか3ぐらいのマックスでするときありますけど、まあ実際自分より大きいというかサイズのあってパワーのある選手とばっかり試合をしてるんで、正直このラケットではきついなっていうか、もっとパワーをプラスアルファして、打ちたいなって思ったことは正直あるんですけど、やっぱりこのちゃんとスイートスポットで打てた時の打感に、勝る打感を持ってるラケットがなくて、ずっとこれを使ってるんですけど、まあ実際他のラケットと打ち比べた動画もあるので、まあ、そちらもぜひ見ていただけたらいいなと思うんですけど、やっぱりこのラケットが一番ボールが安定して落ち着いてコートに収まってくれるっていう安心感、まあ、練習の時はもしかしたらすごいボールが飛んでいくラケットでもいいかもしれないですけど、いざ試合となった時に僕は結構ボールを飛んでしまうのを抑えるのが苦手なんで、ちょっと収まってく方に行ってくれるラケットが僕は好きです。でもやっぱ理想はすごく飛ぶ設定にしたラケット、例えばロングにして、ロングのラケットにして縦ナチュラルでちょっと緩めに張るとかで、すごいボールが飛ぶ設定の中でしっかりコントロールできるっていう方がもちろん最高だと思うんですけど、ちょっと僕は飛ぶものを抑えるのがちょっと苦手なので、安心してラケット振っていきたいので、もうこれに絶大な信頼を置いてやっています。はい、これが僕の相棒です。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。